です。まあまあかな。体重はバッチリだね。体重はバッチリだね。お、嬉しいか。よしよし。体重はバッチリだね。お、嬉しそう。何です？お前ならいける。っていうか、いけ。ただいまより投票受付を開始します。川崎から始まる今年の G1 戦線、全国から集まったダートの精鋭9頭がスタートの瞬間を待っています。川崎記念9頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは5番東進ブリザード、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。ダイワイルシエロ、外から行こうというところ。ボエレトレジャー、内から1頭カタノアリュール、ダンツフレーム、それから2番ノボトルー、そしてその後ろから4番シーキングザダイヤ。これが人気を集めているタイムパラドックスです。ここにいた内見冗談、今日は最後尾から。もう一度前の方でありますが、ダイワエルシエロがレースを引っ張るようになりました。その後ろ3馬身くらいあって、ボエレトレジャー、カタノアリュール、それからもう1頭1番ダンツフレーム、その外からは東進ブリザード、そして6番手に2番ノボトルーであります。4番シーキングザダイヤ、9番タイムパラドックス、ピンクの帽子が馬込みで入れています。一番後ろに宇都宮冗談であります。前でありますが、前3馬身くらいの差をつけて7番ダイワエルシエロが先頭です。前前での競馬、ボエレトレジャーとモリスタッシュ、内を通りまして3番カタノアリュール、その後ろでやりましょうか。1番ダンツフレーム、それからもう1頭東進ブリザード、そして6番手にノボトルー、それからシーキングザダイヤ。これが一番人気のタイムパラドックスでやります。さあ、川崎競馬場のスタンドから大歓声が上がります。タイムパラドックスはまだ後方、ようやく追い込み態勢、まだ先頭ダイワエルシエロ、2番手にボエレトレジャー、タイムパラドックスが2番手ダイワエルシエロ先頭、タイムパラドックスかわして先頭に立った、タイムパラドックス1着。川崎記念、勝ったのは9番タイムパラドックスだ。
定しました。馬がレースから帰ってきたね。気合十分だね。いい感じだね。はい、何です？クエスト達成、やったね。元気だね。嬉しいか？よしよし。バッチリだね。嬉しいか？よしよし。今週はレースがあるよ。いいね。まあまあかな。はい、何です？なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。2月のダート王はどの馬でしょうか。フェブラリーステークス、いよいよスタートです。スタートを切りました。12頭、まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは、花を切ったのはパーソナルラッシュ、1番ユートピアが上がってまいりました。7番名称ボーラー、内を通ってスルスルとピットファイターが上がっていきました。カタノアリュール、内を通ってハードクリスタル、キシアトラスが並んでいます。それから11番シーキングザダイヤ、アドマイヤドンがそのうちにいます。
その後ろでやりましょうか。4番カフェオリンポス、それからタイムパラドックス、ヘブンリーロマンス、これがしんがりでやります。先頭の方はどうなっているか。4馬身くらいの差をつけてユートピアが先頭です。ちょっと離されまして6番ピットファイター、そして1番人気の名称ボーラー、なかなかいい感じ。カパノアリュール、この馬の勇姿を見ることができるのもあとわずかです。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、名称ボーラーは3番手といったあたり、先頭はユートピア、ユートピアが抜け出した。外からは名称ボーラー、3番手にカパノアリュール、ユートピア先頭、名称ボーラーが差を詰めてくる、名称ボーラーが襲いかかる、緑の帽子名称ボーラー先頭だ、名称ボーラー1着、1番人気に見事応えました。よく頑張った、偉いぞ。1着7番、2着1番、3着9番。馬がレースから帰ってきたね。